第一巡選択希望選手。プロを夢見る若者にとって運命の分かれ道となるプロ野球ドラフト会議。今年もその運命の瞬間に挑む男がいる。ドラフト上位指名されることが目標です。絶対、はい、プロにならないといけないんで。高校屈指のスラッガー吉野創士。高校通算56本塁打を誇るスラッガーだ。吉野には普段から肌身離さず持っているものがある。おじいちゃんからもらった守りとかも入ってるんだ。へえ。あ、これおじいちゃんと一緒に撮った。あ、本当だ。亡き祖父忠雄さんからもらったお守り。亡くなる2日前にはお前はプロに行って活躍する選手になってくれっていうおじいちゃんが話した最後の言葉がその言葉だったんで。亡き祖父との約束を果たすために運命のドラフト会議へ。夢を追う舞台裏に迫る。10月9日土曜午後4時30分バースデー。